ハビエル・イグナシオ・マローとアラン・サバルは、スペイン・アラバ県ビトリア・ガステース出身の政治家。国民党所属。2011年から2015年までビトリア・ガステース、市長を務めた。2016年から2019年まで、スペイン下院議員を務め、2019年から、スペイン上院議員を務めている。1972年1月6日、アラバ県の県とビトリアに生まれた。 ビトリアのサンビアトール学校で学んだ後、バスク州ビスカヤ県ビルバオーノデウスト大学で経済学、経営学の学士号を取得した。国民党のアラバ県青年組織に所属し、1999年から2011年までビトリアガステース市議会議員を務めた。国民党がビトリアガステース市政の座に就くと、マロオートは副市長や財政委員会のメンバーを務めた。 アルフォンソ・アロンソが市長を務めた2期の間には、ビトリアガステース市政府スポークスパーソンを務め、また自治体立企業であるヒルサの社長を務めた。ビトリアガステースの工業用地の管理を担当し、新技術委員会のメンバーでもあった。2008年には、ビトリアガステース市議会で、国民党のスポークスパーソンとなり、サルブルア地区やサバルガナ地区など、 ビトリアガステースの都市域拡大を担当していた自治体立企業であるウィデニング21の取締役も務めた。さらには国民党アラバ県支部長を務めた。こうに所属政党の同性婚に対する姿勢を批判する数少ない人物の一人であり、2010年11月5日にラジオビトリアが行ったインタビューで同性婚法案を排除するのは間違いだと述べた。 2011年のビトリアガステース議会選挙には筆頭候補として臨んだ。国民党は旧議席を獲得し、6月11日にはマロートが市長に就任した。マロートの任期中の2012年にはビトリアガステースが欧州グリーン首都を務めた。2012年11月29日、2013年の欧州グリーン首都である南都市長のパトリック・クリンバートに対して、 移行式を行った。2015年のビトリアガステース議会選挙で国民党は最多得票を得て旧議席を獲得した。しかし、第二党以下の政党が選挙後協力を行い、バスク民族主義党のゴルカウルタランが市長に就任、マルオドは市長の座を降りて市議会議員となった。2015年6月18日、マルオドは 国民党の全国委員会のメンバーとなった。2016年6月26日に行われた2016年スペイン議会総選挙では、スペイン会議員に当選した。2019年4月28日に行われた2019年4月スペイン議会総選挙では、会議員の座を失ったが、同年7月24日には、カスティーリアイレオン州議会によって、スペイン上院議員に選出された。 スペインでは、左派のスペイン社会労働党が政権を担っていた2005年に、同性婚が合法化されたが、マロートが所属する右派の野党国民党は、同性婚合法化法案に反対していた。2015年6月、マロートは、長年のパートナーであるホセマヌエル・ロドリゲスとの婚約を発表し、9月18日には、ビトリアガステス庁舎で結婚式が開催された。 この結婚式には2005年の合法家事に国民党党首だったマリアーノ・ラホイ首相も参列したことで政治的重要性も付与された結婚式となった。ありがとうございます。